へーへーへー、日本の皆さん元気でしょうか。ちょっと疲れ気味です。正直牧場仕事は大変です。だから美味しい米を美味しい肉を食べてる時に、そういう仕事してる人たちに感謝しながら食べてくださいよ。よろしくお願いします。トゥーリョさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今回はスポーツチャンネルダゾーンとスポーツ文化育成総合メディア、はい、ジ・アンサーとの J リーグ推進委員会の毎月恒例企画になります。はい。10月の月間表彰はガンバ大阪の東口正明選手です。10月16日 J1 リーグ第32節の浦和レッズ戦、後半アディショナルタイムに2連続でセーブ、うん、J1 残留につながる貴重な勝ち点1に貢献しました。トゥーリョさん、選出の理由を教えてください、うん、まずガンバに勝つ入れなきゃいけないですよね。やっとね、手放したりとか方向性を見失ったりとか、結局ね、そういうことしてると J2 が見えてくるんですよね。いろいろ見えていくと分かると思うんですけどね、こういうことをしてればチームが弱くなっていく、いろんな例があったわけですよ。それにもかかわらずね、いや私たちは大丈夫だっていうふうに思ってしまう、うん、どこからその自信が来るかよく分からないんですけどね。でもそういう話じゃないんですよね。まあ素晴らしかったと思います。一発目はそんな難しいところじゃなかったと思うんですよ。だからこそあの反応の速さかなと思いました。2本目がね、一発目のセーブっていうのがもうちょっといいセービングできたのにもかかわらず、少し自分のミスだなと思ったからこそ、2本目に飛びかかるあのスピリッツはすごかったと思いますね。あれはね、普通だったらそこまでの速さでボール行ってないと思うんですよ。だから一発目があって、うん、あれ自分がちょっとミスしたんじゃないかと一瞬多分よみがえ、まあ頭の中に、うん、よみがえったような感じがしたから、ああやって反応早くパッパッパッってこう2本目にね飛びかかっていったと思いますね。一発目より2本目のセービング、チーム状況、上の人たちのミスで、あのセービング素晴らしいですよ。みんな東口に感謝しなきゃいけないと思います。ピンチで迎えた2本目のシュートコースが変わって、田中達也選手の至近距離のシュートをキャッチしました、うんうん、弾くでもなくキャッチ、このプレーはいかがですか。まず田中達也選手、俺の DVD 見てないね。ああいうゴールか、ああいうふうに簡単に決めれる俺のゴールシーン、もう一回見習った方がいいんじゃない。まずあれを外しちゃいけないね。まずそこの目線からいきましょう。でもあの速さ、あの戻りの伸び、腕の伸び、しかもこぼさないでちゃんとキャッチした、これはね、うん、キーパーとして褒めなきゃいけないね。現役時代に対戦したこともあると思いますが、印象だったり効果だったり教えてください。伸びがすごい、結構届かなさそうで届く、本当に最後の最後までなんか、あ、入ったんかなと思ったら必ず手が出たりしたりしてると思うんですよ。あと反応の速さはやっぱりびっくりですね。最大の武器っていうのはどういったところなんですか。うん、足の運びもいいと思うんです。まあ、奈良さんがのスーパーだったっていうのもありますけど、そういうのを見てきて、東口の足の運びがすごくスムーズだし、だから届くと思うんですけど、たまにそういう勢いが裏面出ることが、勢いというかその早く蹴らなきゃいけなかったりとか、そういうところがキーパーや一番冷静でいなきゃいけないポジションだと思うんで、たまにちょっとこうそういううん、ところにちょっと、うん、かけてるような気がします。でもすごいキーパーですよ。
まあ、特に今シーズンは苦しい、シーズンにガンバ大阪になっておりますけれども、うん、そのガンバ大阪をこう救ってる印象もあるかなと思いますけど、うん、それは間違いないですよ。そういうベテランたちがね、結局最後の最後は若手の勢いを出させるのもベテランですし、最後の最後に足出したりとか体を張ったりするのもベテランですし、そういうことも含めてそういう人たちが後ろにいるだけにもう本当にこう安心もできますし、何かやってくれるっていう感じはしますね。東口選手は代表に一時期呼ばれていましたが遠ざかっています、はいはい、苦しい戦いの続いたガンバで奮闘していますが、日本代表の復帰の可能性というのはどう見られますか？難しいんじゃないですか、正直なところですよ。いやもう日本代表のゴールキーパーはどうすんだ、協会考えてんのかな。まず協会になんで奈良さんがいないのかっていう、一番キーパー分かってる人間ですからね。まあちょっと奈良さん優しすぎか、ちょっと心配ですキーパーは。本当にちょっと列の鈴木くんかなんかに期待したりしてるんですけど、ゴールをまず守んなきゃいけないっていう、ちゃんとキーパーたち、あのキーパーのコーチに教えてんのかな。キーパーっていうものはゴールを守ることだと、足がうまいとか足技ができるのはもう信じぐらいですよ。あとはもう普通でいいです。ゴール守れ、ハイボールにちゃんと出る、止めれるシュートは止める、スーパーなシュートは止めなくていい、壁の裏に隠れない。ちょっと心配ですよキーパー。東口選手、はい、これから活躍見せてくれると思いますが、最後にコメントいただいていいですか？いやもうね、長年ガンバをね、ガンバのゴールをずっと守っている選手ですし、この苦しい時こそやっぱ東口のパフォーマンスが求められると思うんで、必ず期待には応えられる選手だと思いますし、良い時のガンバも見てきたわけですし、そういうことも含めてね、苦しい時だからこそ活躍してほしいなと。やっぱりね、ベテランの選手の味っていうものをどんどん出してほしいなと思います。Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será?